和の友達が中国人に LINE 乗っ取られたことがあって、ほう、その時に、あなたの iTunes カードをセブンイレブンで買ってきてくださいって言われたんだけど、うん、青森県って最近セブンイレブンできたんだって、うん、その時一個もセブンイレブンなかった時なの、うん、だからセブンイレブンありませんって言ったら、うん、なんかお願いしますって来たんだって、うん、だからあ、じゃあ津軽弁でお尻ってなんて言いますかって言ったら、うん、来なくなったのね、うん、で本当の友達からなんかこう、うん、LINE 来て、あ、ごめん乗っ取られてたって来たんだけど、それも乗っ取りがと思ったの、うん、だからお尻のことなんて言う津軽弁でって言ったら、ドンズって言われたんだって、うん、それであ、友達だ、大丈夫、乗っ取られてないって思ったの。それでは聞いてください、チグハグ。